このツールって100発100中の命中率を誇ってるんで、もはや負ける方が難しいんですよね。はい、どうもバイナリー投手塾の陽介です。今回は負けるなんて考えられない、バイナリー経験1ヶ月未満の初心者10名全員が1ヶ月で1000万円突破、100発100中の超一流サインツールを独占公開、こちらをテーマにねちょっとお話ししていきたいなと思います。最初にお伝えしておきますけど、今回のサインツールはマジで強いです。先に少し結果をお見せするんですけども、これはね直近相場でだいたい1時間ぐらいの結果です。5戦5勝、つまり全勝してるんですよね。どうせいいところだけピックアップしているんでしょ、ちゃんと勝っている証拠を見せて。多くの方がそう思うでしょう。だからこそ今回はですね、実際にエントリーしている様子を包み隠さずね全て公開します。後ほどこのね詳しい説明していくんですけども、あなたも速攻で実感できるはず。そして今回のツールを1ヶ月使用した結果がこちらです。これ10名全員に検証依頼して、もちろん全員がね1ヶ月で1000万円超えてたんですけど、さすがにね全員分は載せきれないんで、その中でも最年少と最年長の方のね結果をお見せします。リアルトレードをもう数回しかね行ったことがない2人でしたけど、この矢印に沿ってねエントリーしていくだけでこれだけ稼ぎ出すことができちゃったんです。いやーお見事ですが、ですよ、正しいエントリー条件、注意点を守ってこそ結果を出せるんで、動画を飛ばし見してね無駄な損失を作らないようにしましょう。それじゃあねやっていきましょう。レッツバイナリー。今なら LINE 登録者限定で24時間以内に10万円作れる速記マニュアル、最短10分で勝率 10% 上がる個別授業、結構裁量要素強めなんでスキルアップね狙っていきたい方にはかなりハマるかなと思います。そして最後、世の中の 1% しか知らない自動サインロジックの無料体験、いずれかが必ずね当たりますので、この機会にねぜひ参加してみてはどうでしょう。チャンスを手にするかどうかはあなた次第。はい、それじゃあねちょっとやっていくんですけども、今回は100発100中ってね超高勝率なサインツールを紹介していきます。まあ冒頭で検証者のね実績を含めて軽くねチャート中の実績とかいろいろお見せしてきたんですけども、もうねとにかく勝率が高いんですよ。まあその分エントリーポイントを絞ってるっていうのもあるんですけど、たくさんエントリーしたいって方も中にはいると思うんです。そこで今回ねエントリーポイントを増やす方法特別に、ね、伝授していきたいなと思ってるんで、必ず見逃しのないようにしてください。それじゃあね本題に入っていくんですけども、今回紹介するツール、その名もボルテックスになります。これ意味で言ったら何かを強引にね引き込む力を持つものなんですよ。言っちゃえば収益をね強引に引き寄せるっていうね意味合いもあって、まあ、今回ねボルテックスっていう名前にしております。今回のテーマに沿ったねサインツール名かなと思います。でこのボルテックスの詳しい説明について、特性についてはこの後ねしっかりお伝えしていくんで、まずはセットアップからやっちゃいましょう。じゃあまずね導入方法からやっていくんですけども、忘れる前に MT4 の設定からやっときましょう。今回ね1分取引で進めていくんで、 MT4 画面の上部ですね、必ずこちら M1 でね設定するようにしましょう。5分取引で行う場合は M5 にね設定するようにしてください。今回5分取引でもね十分使っていけるんですけども、1分取引でサクサクね収益化できるツールでもあるんで、僕は個人的にね1分でいいかなと思ってます。ツールをまずこの中にまあ導入してね、そこから挿入って形に移るんですけども、 MT4 は最低限必要です。僕は今 XM トレーディングってね証券会社使ってるんですけども、もし持ってないとか導入方法わからないよって方は僕の LINE にマネーフローとねメッセージをください。まあ 4,5 分ぐらいでね解説できるような簡単なマニュアルをお渡ししていきます。それ以外に僕の LINE に登録したことでね、この先しっかりと利益を上げ続けていける方法なんかも合わせてお伝えしてるんで、必ず入手してもらえればなと思います。それじゃあボルテックスをねMT4 上に入れていきましょう。まずこちら挿入インジケーターのカスタムの中にありますこちらボルテックスですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般のところでこちら DL の使用を許可する、で外部エキスパートの使用を許可するに関してはこんな感じでもともとチェック入ってるんで、2つともチェック入ってれば OK です。加減設定上限設定に関しては今回はね特に設定しないんで、まあ、チェックはね外してある状態で OK です。
全般の項目に関しては上2つがねチェック入ってれば OK。 では次にパラメータ入力を押していただき、ここでねいろいろ数値変えることができます。細かい数値に関してはね直近相場に合わせてもう入れ替えてるんで、やっていただきたいことが、少しだけあるぞ。数値をねいじるとかじゃないんですけども、少しね下にスクロールしていただき、まずやっていただきたい部分がこちらですね。こうショーアローズってなってるんですけども、このフォルスっていう部分をねカナルトゥルに変えてください。これフォルスのままだとねサイン表示されない状態なんで、必ずこのね設定忘れないようにしてください。もう一つねやっていただきたいのがこちら、アローサイズですね。1でも、表示はされるんですけど、ちょっと見づらいっていうのもあるんでね、必ずこう少し大きめに設定してください。僕は個人的にね4ぐらいがいいかなと思ってます。はい、したらちょっとこんな感じでねセッティングできましたら OK です。あとは MT4 上にね入れていきましょう。はい、そしたら全てのねセッティングが完了しましたら、こんな感じでねインジケーターが表示されます。はい、じゃあそろそろね実践やっていきたいなと思うんですけど、まずは灰色の設定からやっちゃいましょう。もうご存知の方もね多いかなと思いますけど、そういった方もねおさらいだと思って聞いといてください。じゃあやっていくんですけども、まず今回1分取引です。1分の取引していくんで、このターボですね、こちらになってることを確認で、全ての取引時間ですね、こちらで1分を選択しましょう。そうすると1分取引ね対応してる通貨がずらっと出てきます。前で言ってるんであれですけども、こっからね通貨を選ぶでもよし、全ての資産からね選んでいただくのも OK です。どちらも構わないんですけど、今回OGN でねちょっとやっていきたいなと思ってるんで、そのままやっちゃいましょうか。はい、そしたら選択していただくとこういう風にね OGN 出てきますんで、こちらを選択します。すると画面がねこうやって切り替わるんですよ。 OGN1 分のね取引できる画面が出てくるんで、この状態になれば OK です。あとはエントリータイミングにね合わせて行っていくだけ。今回ね OGN なんでペアトレス 1.9 倍です。10万エントリーねいつも通り仕掛けていきたいなと思ってるんで、勝てばね一発で9万円が手に入る形となります。実践が楽しみです。いやビビるぐらいね簡単に結果出ますから、本当にこれでいいのって思うぐらい、それでいてすぐ結果出ますからね、当然の反応かなと思うんですけど、こういった部分はね自身の目でしっかりとね確かめていただければなと思います。エントリータイミングだったりとか利益がねどういう風に増えていくかっていうのをしっかりと確認してください。ただその前に、今なら LINE 登録者限定で灰色を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね連絡するのでお楽しみに。はい、それじゃあまずねハイエントリーポイントからやっていきましょう。先ほどボルテックスね紹介した時にも軽くお伝えしたんですけども、この矢印ついてるの見えますかね、これがボルテックスがね出してるサインとなります。このサインがついてるローソク足確定しましたら、次足1本いってみましょう。はい、そしたらねしっかりと条件位置の確認ができましたので、10万円ですね、ハイエントリー1本だけ仕掛けました。まずエントリー条件からねおさらいしていくんですけども、サインが上向きに点灯していることを確認、それができましたら次の足でねハイエントリーを仕掛けていきましょう。エントリー条件としてはねたったのこれだけとなります。ただ知っといてほしいのがこのボルテックスについてです。いわば特徴の部分でもあるんですけど、まずかなり複数のねロジックで構成されているインジケーターとなります。具体的にはまずローソク足っていうねチャートの形状を見て特定のパターンを探します。例えば価格がね急に上がったりとか下がったりする、そういったパターンです。プラス投資家がどんな心理状態かっていうのを考慮してくれるんです。例えば価格ね急上昇してる時だったり、ニュースでね市場が動揺してる時、いわば相場が荒れてる時ですね、そういった時はサインを逆に控えてくれます。簡単に言うと相場の勢いがしっかりと強い時にサインが出やすくて、そのタイミングでエントリーをしていくことでしっかりと勝てるってことです。チャートパターンだったりとか投資家心理をね読み解いた上でサイン表示してくれるっていうのが今回のボルテックスの特徴となります。そしてヒストグラムの部分、下のサブチャートの部分ですね、こちらの部分は上昇下降に合わせて点灯します。緑色は上昇、赤色は下降ですね。今回はハイエントリーなんで、シンプルに上昇の勢いが強いこと、これをね確認した上のエントリーっていうことになります。これはねぜひ覚えておいてください。それじゃあね結果まで待っていきましょうか。はい、じゃあねローソク足確定しまして、無事陽線形成されてますね。問題なく勝ちとなります。10万エントリーのペアト率 1.9 倍、つまり9万円ね利益の獲得となります。
はい、そうしましたらどうでしょう。半エントリーのみねお伝えしたんですけども、簡単っていうのはね言わなくても分かったんじゃないかなと思います。ボルテックスのね特性について細かくねお話ししたんですけども、やっぱねこれだけの根拠をしっかりと持ち合わせてるからこそね、簡単ですけどちゃんと結果につながるんです。結果的に簡単な作業であってもね、なんでこれだけね簡単にエントリーできるのか、結果につながるかっていうのは最低限ね知っておくべき部分ですので、今回はエントリー条件だけじゃなくね、ボルテックスについてもちょっと覚えて帰っていただければなと思います。ただまだまだこっからですよ。こっからがいいところです。はい、それじゃあねローエントリーのもやっていきましょう。まあローエントリーもねやることとしては一緒です。今度は下向きの矢印のサインがついているこちらのローソク足ですね、確定しましたら次足エントリーをしていきましょう。はい、したらねしっかりと条件位置の確認ができましたので、まあ10万円ですね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。今回は下向きのサインがね点灯、その確認ができたので、まあ次足ねローエントリーをしていったという形になります。今回はユーロドルですね、 EURUSD なのでユーロドルと、でペアトレースはね変わらず 1.9 倍となります。今度は売りの勢いがしっかりと強いポイントをね狙ったエントリーとなります。なので売りとしてはちゃんと強いんですけども、売られすぎではないっていうねポイントを狙ったエントリーとなりますので、ここは勘違いしないようにしてください。まあ言えばこれがねエントリーの根拠にもなりますので、ぜひ覚えておいてください。はい、それじゃあね結果まで待っていきましょうか。はい、じゃあ確定しましたね。無事陰線形成されましたので、まあローエントリーもね問題なく勝つことができました。10万エントリーのペア取率 1.9 倍、つまり9万円ね利益の獲得となります。はい、そうしましたらどうでしょう。半エントリーローエントリーねそれぞれ1本ずつエントリーを行ってきました。トータルね2回エントリーをしてきたんですけども、合計して18万円ね利益上げることができました。いやー何度見てもね簡単だったんじゃないかなと思います。それこそ僕のサポートがなくてもね余裕で再現できるかなと思います。ヨウスケさん、そろそろエントリーポイントを増やす方法を教えていただけないですか。うん、気になってますよね。 OK です。もうこれは本当に無駄な時間を省くためのワンポイントアドバイスでもあるんで、知っといて損ないです。むしろこれを知っておくことで効率的に資金を増やすことができるんでね。だから普段時間があんまり取れないとか、1日30分とか1時間しか取れないっていう方はここをねぜひ取り入れてもらうと、かなり割のいいトレードができるんじゃないかなと思います。ただまずね知っといてほしいのが、このボルテックスのデメリットなんですよ。まず前提としてですよ、ボルテックスっていうのは売られすぎだったり買われすぎのポイントだとね勝率が下がっちゃうんですよ。なぜかって今回順張りエントリーが比較的に濃厚だから、逆張り判定をね狙ってエントリーじゃなくて、ちゃんと価格の勢いがね強いところでエントリーをしていくっていう意識を持っておいてください。それを踏まえてエントリーをしていくってなった時に、売られすぎだったり買われすぎだと価格が反転する可能性があるんですよね。結局売られすぎ買われすぎの反転っていうのも価格がね収束するっていう特性があってね、そういう風に言われてる部分なんで、そこでかえってエントリーをしてしまうとね負けを拾ってしまう可能性があるんです。だからこそちゃんとね勢いが強いところでエントリーをしていくっていうのがね、まあ、ポイントになってくるんですけども、そこも踏まえた上でどういう風にエントリーポイントを増やしていくのか、これについては後ほどねお伝えしていくんで、しっかりと聞いておいてください。今なら LINE 登録者限定で灰色を自動で勝てるように改造します。当選者には僕からね連絡するのでお楽しみに。はい、じゃあ今回ね負けるなんて考えられない、バイナリー経験1ヶ月未満の初心者10名全員が1ヶ月で1000万円突破、100発100中の超一流サインツールボルテックスはですね、ここまで見てわかるようにめちゃくちゃ強いです。じゃあどういうふうにねポイントを増やすのか、ここについてお話していきます。結論から言うと、設定値を変えてあげるだけ、これだけでエントリーチャンスをガンって増やすことができるんです。ただそれやることによってデメリットも生まれるんですよ。何かっていうのはね、これを実践するんで見といてほしいんですけども、まずこの画面覚えててください。あ、じゃあまあせっかくなんでエントリーポイントに達成引いておくんですけども、全部で3つエントリーポイントあります。ロー、ハイ、ハイとね3つポイント買って全て買ってますよね。せっかくなんでどのぐらいの差開くかっていうのを利益ベースでねちょっとお話しするんですけど、ペイアウト率が 1.9 倍の場合で話します。これ1万エントリーで行った場合は、単純に買った場合1つね利益9000円です。1つのポイント買ったら9000円なんで、3つ合わせると2万7000円なんですよ。だからこの一画面で稼げてる金額は2万7000円です。これ覚えておいてくださいね。こっからどう変わるかっていうのね注目しておいてほしいんですけども、じゃあどういう風に、ね、設定値を変えるか、まずこのボルテックスの設定画面を開きましょう。まあ簡単に開くんだったらこのヒストグラムの部分ねダブルクリックしてもらえれば簡単に開きます。こんな感じですね。ダブルクリックするとすぐ開けるんで、どこの設定値を変えるかっていうね部分についてなんですけども、ここです。
このアップレベルとダウンレベルね、60と40になってるんですけども、ここを基準に条件が一致したらサインがね出るような形になってるんですけど、これが50に近くなればなるほどエントリーポイントは増えます。ただしここでねちょっと注目してほしいんですけど、これをやることによってのデメリットで言ったら若干勝率下がるんですよ。どのぐらい下がるかっていうのはねこの後見てもらえば分かるんですけど、まずアップレベルっていうのは60から変えるんだったらこれ55にしてください。ダウンレベルもね40じゃなくて45がいいです。ただこれだと若干勝率悪いなとか、もう少し勝率担保したいなっていう方は58とか、こっちは45じゃなくて42にするとかね、そこは直近相場に合わせてね微調整していただければなと思います。本当にやっていただきたいのはこれだけなんで、これができましたら OK ボタン押していきましょう。はい、そしたらこんな感じです。わかります？ポイントがね明らかにずれてるのがわかると思います。せっかくなんで変えたポイントにわかりやすく縦線引いていきましょうか。今引いた縦線が新しくね設定値を変えたバージョンのポイントです。わかりますかね？これ全部で6つポイントがあるんですよ。 1,2,3,4,5,6 全部で6つポイントあるんですけど、ここ見ていただくと分かるように唯一負けちゃってるポイントなんですよね。さっき3つポイントあって、まあ、3つともね全て勝ってるんで勝率 100%。 ただポイントをね増やしたことによって6つになったものの1つ負けちゃってるんで6戦5勝なんですよね。つまり勝率で表すと 83.3% とかなんですよ。だから明らかに勝率はね下がってるんですけども、さっきと同じ条件で利益ベースでねお話しするとペア取率 1.9 倍で1万円取りでねなった場合で言うと利益で言ったら3万5000円なんですよね。さっきは3つポイントがあって全て勝ってて2万7000円。今回は6つポイントがあるけど勝ってるのは5つ、6戦5勝ですね。にもかかわらず利益はね3万5000円なんで、ガツガツね利益を取っていきたいっていう方はこれだけねポイントを増やしてエントリーしていくのもいいんじゃないかなと思います。これはね全然やりやすい方で構わないんで、一つのねアドバイスとして受け取っていただければなと思います。たださっき設定したね設定値、これを50に近ければ近くなるほどねポイント増えますけど、勝率ねその分下がるんで、あまりねやりすぎないようにしてください。やりすぎも良くないということですね。勉強になります。そういうこと。まあこれは正直ね何事もそうですよ。体をね鍛えるにも筋トレとかまあ大事ですけど、過度な筋トレはね筋肉の損傷だったり回復のね遅延っていう部分につながってきますからね。要するに適度な運動量だったり筋トレがね美しい体に導いてくれるもんなんです。これはね僕ちょっとまあ最近ね筋トレにハマってたんで、まあこう思わずねちょっとお話しちゃったんですけども、これは全てにおいて言えることなんでね、まあ覚えておいてもらえればなと思います。わかりました。ゆうすけさん今日はありがとうございました。はい、僕のことね今回ありがとうございました。それじゃあラストですね。今回このボルテックスね受け取る方法についてお伝えしていきます。ここまでとしっかりとねついてきてるあなたであれば、今回紹介した僕の生産みたいなね利益を上げることは十分にできます。もう少しであなたもねボルテックス手に入れることできるんで、受け取り条件はねしっかりと確認してください。それじゃあねボルテックスを無料で手に入れるための3つの条件をお伝えします。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にねいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にねコメントをください。今回紹介したサインツールに関する意気込み、あとはね今後やってほしい企画とかバイナリーのことで何か悩み事あればじゃんじゃんコメントをください。基本的に僕はねコメントをしっかりと見てます。今後のね動画作りの参考にも毎回させてもらってるんで、検証してほしいこととかね何でも構わないです。あなたが見たいって思う動画作りね目指してるんで、ぜひ協力してください。それじゃあ最後ね3つ目、僕の LINE にキーワードをお送りください。送ってほしいキーワードはこちら、超一流になります。この表されてるね QR コードからでも LINE に飛べますし、動画の概要欄にもね URL 記載されてますので、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってみてください。それじゃあね条件の説明は以上となります。その行動をね起こせるあなたなら、これからねこのツール使って十分稼いでいける可能性ありますし、今なら LINE 登録者限定で僕が普段愛用する月収500万超えの最強の仕組み、こちらをね一部無料体験できる機会を設けています。いつ締め切るかわからないんでね、早めにね試すようにしてください。それではね本日の動画はここまで、続きはね LINE でお会いしましょう。